とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー回っていきたいと思います。今回のタワーはね、なんかいいやつが出ないんだよな。なんかしょっぱい気がするんだけども、まあ、とりあえず、毎日ね、5、6週やってますので、5、6週ずつ、行ってみましょう。はい、一発目。お、久しぶりにね、ウィザー見た。でも、黄金次第、あ、3がついてるね。こっちも3ついてる。お、3いいよ。魂の袋があるね。ソウルビルドいけそうだ。あ、ソウルフォーカスもついてる。主要なやつがないから黄金つきそうな気はするね。どう？あー。しかも1。最後の叫びもなんか意外とつきがちだよね。はい、次に行きましょう。次はこれは全部良くないな。連鎖反応1、無謀2の浮遊射撃使いません。次は、お、黒斑が久しぶり出たな。あ、これは下にさ、クールダウンとポーションバリアがついてお得。でも上にはいいのつかないよ。下についてるから。ソウルフォーカス1ね。うんうん、つきがちつきがち。黒斑もどうだろうね。ああ、マルチロールいりませんね。よろしくないな。次の装備は来た。クモの巣来た。クモの巣来た。いいよ、いいよ、いいよ。めちゃくちゃ欲しい。あー、でも黄金1か。黄金1やばいな。うん、こっちも1。やべえな。下にはね、マルチショットぐらいだね。うん。クールダウンショットも、チャージ系もついてない。バーストボーストリングもない。で、つきがちな爆発は下にある。OK。頼む！めちゃくちゃ欲しい。あー、どうだろうな。いや、良くないな。速射か。いや、良くないでしょう。下に、クールダウンショットとバーストボーストリング、マルチショット。いや、使えなくはないか。ダメだな。ロールチャージ、アーティファクトチャージ入れるならば、腐らないと思うんだけども、入れないってなると、ちょっと意味のないエンチャになるかな。まあ、とりあえず、キープしときましょう。欲しかったやつなんで。キープ。そろそろなんか来るか。いや、ダメだな。いや、これは良くないな。これはよろしくありません。はい。わー、良くないな。もう今日はやめよう。今日はもうよろしくない。ちょっと、入れ替えてね、また明日から、やっていきましょう。まあ、クモの巣の、ぼちぼちが出たから、まあいいとしましょうか。また明日から頑張ります。はい、おはようございます。コメントをもらいました。ありがとうございます。このタワーの報酬で俺がポン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 行くんで、ちょっとついてこれないっていうコメントでしたね。確かにそうだよね。初心者の方、始めたばかりの人は、何を言ってるかわからないと思うので、ちょっと説明を入れながらやっていきます。まあ、以前そういう風にやってたんだけども、いつの間にかやらなくなってましたね。まず怒り。これ怒りは、覆われた怒りですね。これのユニーク品じゃないと、まあ使わないかなと思いますので、これは除外ですね。で、蝶のクロスボウ。これも、強い装備ではないので、これはいりません。で、テレポートのローブ。これも、ユニーク装備じゃないので、いらないです。ということで、今回はダメです。次の周回いきます。次は、おー、英雄ですね、英雄。
まあ、その横からいきましょう。金メッキ、まずこの金メッキはユニークスキルでデスバーターがついてます。このユニークスキルは、レベル1のエンチャントがつくんだけども、デスバーターは、レベル1だとエメラルドがね150個消費するんですよ。なので効率が悪い。なので、この金メッキは俺は好きじゃないんですよね。で、名もなき刃、弱体化1がついてて、カトラスでそこそこ攻撃速度は高いです。でもまあ攻撃力がそんなにね高くないので、 DPS が高くないんですよ。なのでちょっといらないかな。で、英雄ですね。英雄はもう防具の中でもう最強の一角なのよ。何が強いかっていうと、ポーションのクールダウンが 40% 軽減するっていうやつですね。ポーションが、40秒に1回ぐらい使えるのかな。それがね、ものすごく強い。ポーションバリアとの相性がめちゃくちゃいいんですよ。で、エンチャント、お、いいのがついてないよ。ということは、黄金に何かいいのがつく可能性があるけども、稲妻フォーカスとソウルフォーカスがないのが気になる。なんだ毒フォーカスか。しかも1。いりませんね。英雄のアーマーだったら、ポーションバリアとクールダウン。で、タンブルビーと、デスバーターか、ヘルスシナジー。そのあたりが欲しいとこだよね。次いきます。どうだ？シュルカーアーマーは、好きじゃないんだよね。ユニークスキルが、4体以上に囲まれた時にダメージが 50% 減少なんだけど、この囲まれる範囲っていうのがね、ものすごく短いのよね。だから使いにくい。いりません。残り火もまあ、いらないよね。で、幸運の槍も、やっぱりささやく槍の、劣化版だと俺は思うのでちょっと使いませんね。次どうでしょうか。あー、よくない。スライサーはねもう最弱だと思う。最弱でしょこれ。最弱の一角だよね。いりません。リゾルトテンペストナイフ、これはねなかなか強いです。なかなか強い。もともと追い打ちがついてるので火力が、この数値以上に出るのですごい強い。攻撃速度も速いしね。で、エンチャントどうだ？輝きか、悪くないかもね。輝きとリフレッシュの2枚、いや、2枚つけていってもなぁ、まあ、ありかもしんないね。もともと火力は高いので、いや、これ完成してるわ。完成してる。重力、で、クリティカルでいいもんね。重力、クリティカル、で、リフレッシュ、輝き。で、リフレッシュの横の衝撃波を、虚無とかにしてもいいのか。ああ、だね。虚無か、雷か。いや、意外と面白いかもしれない。いや、でも、火力出したいからな。まあ、生存率はね、耐久力は上がる。すごい。耐久力はすごくいいかもしれないけども、どうでしょうか。はい。魂のサイズはいりませんね。キープで、いきます。はい。次行きましょう。破滅のクロスボウ。これも使いませんね。いまいち俺は使い方がわからない。で、根腐れも、まあ、最近出た装備だけども、まあ、いらないかな。で、ハープクロスボウは、まあ、未だにね、強いやつなんでいいんだけども、重力はいりませんかな。貼り付けにして、いやー、そうでもなさそうだな。ハープクロスボウを使うならば、やっぱり火力をもうちょっと盛りたい感じだね。クリティカル、あ、いや、どうなんだろうね。やっぱり矢筒と一緒に使うっていうのが定番だろうから、そうね、使うのであれば、マルチショットとか、あとリフレッシュなんか入れるのも最近多いよね。連鎖反応、長弾。まあ、そのあたりじゃない？
まあ、重力が入ってるとちょっと良くないでしょう。ではあと1回いきます。ラストお願いします。良くない、物が良くない、残忍なクロスボウ。これソウル系でね、ソウル集めのためにはいいかもしんないけども、まあ他の装備でもお腹いっぱいなんですよ。持てない。もうで爆縮、もう爆発系はちょっと前ね、一時期強い時があったんだけども、もう修正されてほぼ使えないかなと思います。花火との相性が良かったんだけどね、修正されたんだよな。でダイヤモンドのツルハシ、使い方によっては強いけども、痛みはダメだ。この痛みサイクルがついてると、ほとんどの武器がダメになる。まあいいんだよね、すごく強いエンチャントだけども、ダメにするエンチャントでもあるので、痛みサイクルには注意ですね。特に攻撃速度が速いやつは痛みサイクルとは合いません。ダイヤモンドのツルハシいいんだけどね、つけるならば、リフレッシュ、衝撃波旋風の、あとはそうね、雷とかかな。釣り竿で使うとだいぶ強いからね。釣り竿なしだったらば、他のエンチャでいいか。輝きでも全然良さそうですけどね。はい、ということで2日に分けて11、2回行ったでしょ。そんぐらいは行ったよね。はい、まあ今回全然良くなかったんだけども、またねやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。